報告を求めます。財務金融委員長田中良生君。ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本案は地域活性化や企業の競争力の強化等につながる成長資金の供給を引き続き促進するため、日本政策投資銀行の特定投資業務の投資決定期限等を延長するものであります。本案は去る4月9日当委員会に付託され、10日麻生財務大臣から提案理由の説明を聴取し、22日質疑を行い、質疑を終局いたしました。ついで討論を行い採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお本案に対し付帯決議が付されましたことを申し添えます。以上ご報告申し上げます。採決いたします。本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり可決するに、賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は委員長報告のとおり可決いたしました。本日はこれにて散会いたします。